セルビア政府庁舎鉄道博物館、セルビア国立銀行の新庁舎ネマニア通りは、セルビア共和国の首都、ベオグラードを走る重要な通りであり、同市のサブスキベナツクにある。1884年に鉄道が開通して以来、ネマニア通りは、商業的に重要な路線となった。通りは1896年に、 12世紀のセルビアの君主ステファン・ネマニアの名を取って命名された。ネマニア通りはベオグラードの交通のようとなっている通りの一つである。通りはベオグラード駅とスラビア島を結んでいる。ベオグラードの主要な観光庁がこの通り付近に立ち並んでいる。ユーゴスラビア国防省庁舎は1999年の NATO による空爆で破壊され、 その壊れた姿を残している。また、セルビア国立銀行もこの通り沿いにある。2003年3月12日には、当時首相であったゾランジンジッチが、セルビア政府庁舎の前で暗殺された。2005年冬、通りの復興作業が始まった。ネマニア通りの復興は、ベオグラード再開発計画の重要部分である。この往来の激しい通りを閉鎖しなければならず。 工事作業は急ピッチで進められた。復興は2006年春に終わり、路面電車の線路、新しい歩道、駐車場が新たに設けられ、排水設備も改良された。ありがとうございます。